どうも皆さん、こんにちは。大宮マリでございます。はい。ですね。まぁ、ちょっとね、1月ももう中旬入っちゃいましたけど、まぁ、遅ればせながら明けまして、おめでとうございます。はい。というわけでね、ちょっとね、ちょっとね、早め、1月7日ぐらいまでにちょっと、ね、こう動画出したいなって思ってたんですけど、まぁ、なかなかね、ちょっと忙しくてね、12月からのね、もうね、11連勤あったりとか、まあ、その後はね、ちょっとね、ずっと、新しいね、ファースーツの、マイラーをちょっと作っていたり、でね、その後ね、すぐね、ジェイモフの方行ってたりしてね、ちょっとね、まあ、そういう感じでなんやかんやってね、ちょっと時間が経っちゃいまして、やっとですね、今回動画撮る運びになりました。はい。というわけでね、まあ、皆さん、まあ、去年は、いかがお過ごしだったでしょうか。はい。ね、まあね、今年もね、ね、お互い良い一年に、なったらいいんじゃないかなと、ね、そういうふうに思います。はい。でね、まあね、どうかな。まあね、とりあえずね、まあ、新年ですので、まあとりあえずね、まあ、抱負って言いますか。まあね、ちょっとね、一応、ちょっとおしゃべりみたいなことしてみたいなと思いまして。まあそうですね、私はね、やっぱり1月抱負としましては、まあ、まずはやっぱり新しいファースーツかなーって。まあね、今回ね、完成させた前はね、まあ結構いい出来だったんですけど、まだまだね、ちょっと回転点たくさんあるんでね。まあ、そこら辺もね、ちょっとね、攻略して、まあね、もうね、意外ね、最終フォームっていうことにしてね、まあ、4号機なんですけど、4号機作ってね、それを最終フォームとして、まあね、今後のね、イベントの方で出していきたいなと、ね、そういうふうに思います。はい。で、まあね、ちょっとね、そのファースーツ関係で、まあ、去年もね、作るって言ってね、作んなかったんですけど、まあ、いわゆるガバコースの方で行っていいのかな、ジャンルとして。まあね、グリムちゃんもね、作っていきたいなって思うのと、まあね、あとはね、ちょっとね、去年はね、ちょっとお仕事の方忙しくてね、夏なんか全然動画撮れなかったんで、まあね、週1、2本はやっぱり出していけるような、スタイルで繋いでいけたらなって。ね、そういうふうに思います。はい。で、そうですね。まあ、あとね、まあ、今後ね、動画スタイルをね、ちょっとね、変更させていただこうかなと、ね、そういうふうに思いまして、ちょっとね、軽くお知らせの方も挟んでいきます。はい。っていうのもね、今まではですね、まあ、一応小説はいいかなって思うんですけど、まあ、ちょっとね、漫画の方もね、漫画小説関係なく、まあ、ね、新しい巻が出るごとに、まあ、ちょっとレビューの方出させていただいてたんですけど、漫画はね、やっぱね、さすがにね、ちょっと関数が多いんでね。まあ、本当に、最終巻まで到達するまでに何本動画出すんだって。ね、それだけでね、ちょっとね、動画本数が増えちゃって、まあ皆さんちょっと探しにくい感じになってしまうなっていうのと、まあね、あんまりね、同じ作品、ボンボン出してもね、ちょっとくどいなっていうのもあると思うんでね。まあ、今回からね、今年からはね、ちょっと漫画の方は、基本的に一巻っていうか今まで読んで出してこなかった動画と動画っていうか作品とあとはねその最終巻のみをね出していってまあねその他にちょっとねスピンオフとかまあなんて言ったのかなスピンオフアンソロジーとかあと小説版みたいなものはねまたちょっとその本編とは別個っていう形でね、出していきたいなと、そういうふうに思います。はい。でねまあ小説はねちょっとね今考え中ではあるんですけど。まあ、小説の方は今まで通りね、新刊が出るごとに一巻ずつ出していこうかなと、そういうふうに思います。はい。で、まあね、動画の感じはね、そんなところかなというところですね。まあね、読書レビュー以外もね、今後ね、またね、ちょっと動画の、種類の方を増やしていきたいなと、そういうふうに思っていますので、ね、皆さんね、ぜひぜひね、今後も、ごひいきにしていただきたいなと、そういうふうに思います。まあね、もしもね、なんかね、読書レビュー以外でこういう動画出してほしいっていうのがあったらね、ぜひぜひ、コメント欄の方にね、こう書き込んで、ね、遠慮なく出していただけたらなと、そういうふうに思います。まあね、ちょっとね、私のね、技術と追いつく限りやっていきたいなと、ね、そういうふうに思いますので、どうぞ、どうぞ、皆さんよろしくお願いいたします。はい。ではですね、ちょっと、長くはなってしまいましたが、新年のご挨拶と、まあね、今後の方針に関する動画はね、今回以上とさせていただきます。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。それでは皆様、良いお年を。さよならー。